はい、こんにちは。今日は東北大学の2021年今年出題された問題の大問4を見ていきたいと思います。問題はこちらです。座標平面において次の条件を満たす直線 L を考えると。でその条件っていうのは L の傾きは1で、曲線 Y イコール X3乗マイナス 2X と異なる3点で交わると。でその交点を X 座標が小さいものから順に PQR とし、線分 PQ の中点を S とすると。で、括弧1、点 R の座標を A3乗マイナス 2A とするとき、点 S の座標を求めようと。で、括弧2は直線 L がこの条件を満たしながら動くときに、点 S の軌跡を求めようと。で、括弧3は直線 L がこの条件を満たしながら動くとき、線分 PS が動いてできる領域の面積を求めようといった問題ですね。まあ、とりあえず状況を整理していきましょう。図を書いてみると、XY 平面がこうあって、で、まずこのグラフですよね。この3次関数。これっていうのは、y イコール x3 乗マイナス 2x なんですが、x でくくると x2 乗マイナス2と。で、0とプラスマイナスルート2で交わるよと。x 軸と。ということで、まあ、こんなグラフですね。で、原点で対称になってますよと。で、ここがマイナスルート2。で、ここはプラスのルート2ですね。で、この、3次関数と直線 L っていうのがあって、傾きが1でこれと3点で交わるよということで、まあこんな形になってるわけですね。これが直線 L ですよと。でこの点が P、 この点が Q、 この点が R ですよと。で今 R の座標が与えられていて A3乗マイナス 2A ですよと。であとは、このS っていうのが、この中点ですね。PQ の中点が S ですよと。こうなってるわけです。で、この S の座標を求めてくださいね、ということを言ってるんですけども、まずは、この3点で交わるというのは、どうなるときかっていうと、どこの範囲にあるときかっていうと、この範囲ですよね。この、これより大きく、これより下ですね。つまり、傾き1のこの直線っていうのが、ここだと2点で交わることになっちゃうよと。接しているので。この範囲にあるときに3点で交わりますよということになりますね。ということで、じゃあここの範囲ということで、この2つの直線の式を出していきましょう。今、じゃあこれの微分したものを考えると、これ微分すると 3x2乗マイナス 2ですね。で、これが今傾き1になるところを考えるよと。つまり 3x2乗マイナス 2イコール1になるところを考えると、これ計算すると x イコールプラマイ1。つまりこの接点の X 座標っていうのは1の時、そしてここがマイナス1の時ということですね。1の時とマイナス1の時にここで傾き1で接するよと。じゃあここの座標はっていうと、1の時は1を代入するとここマイナス1。で、ここはマイナス1の時はっていうと代入すると1ですよと。つまり1マイナス1を通って傾き1の直線ですので、この直線の式はっていうと Y イコール X マイナス2になりますよと。で、こっちも傾き1でこの点を通るということで、式を求めると y イコール x プラス2になります。ということで、この範囲にこの l っていうのはありますよということになります。そして、あとはここのマイナス1のとき、この直線っていうのはここで、交わるところのこの点を出すと、この点は x 座標が2ですね。x 座標が2。で、2のとき4と。こんな風になってますよと。で、あとはですね、求めたいのは今この S の座標。で、この L の式を出していきましょう。L の式は、この傾きが1で、この R を通りますよね。この点を通るので、この式はっていうと A を使った式で、X プラス A の3乗マイナス 3A というふうに表せますよね。つまり X に A、Y にこれを代入したときに成り立ちますよね。で、傾きが1ですよ、ということで、L の式がこんな風に出せますよ、と。で、あとは、これと PQR っていうのを3点で交わるよということなんで、この式とこれを連立して、X の式にしていきましょう。Y を消去していくと、X3 乗、マイナス 2X、で、これこっちに持ってきて、マイナス X、マイナス A3 乗、プラスの 3A ですね、イコール0と。で、これは X3 乗、マイナス 3X になって、で、これを因数分解しましょうと。これは、
今 A っていう点を通っているので x-a でくくれますよと。でこれ因数分解すると x2 乗の、プラスの ax、 それからプラスの a2 乗のマイナス3ですね。こうなりますよと、因数分解すると。ということで、この点が A、この点がここの R の X 座標。あと、ここ2つ、この二次方程式の解があるわけなんですが、この2つの解が P と Q のこの交点の X 座標ということになります。じゃあ、それを α、β と置いたとき、α プラス β、解の公式で、解と係数の関係で、α プラス β イコールマイナス A ですね。アルファベータイコール a2 乗マイナス3と。これが出てきますよと。で、今、s の座標を求めたいわけなんですが、p と q の中点ですよね。ですので、アルファプラスベータの2分の1ですね。ここをアルファ、ここをベータと置いているので、それの2分の1ですよ。つまり、マイナス2分の a が s の座標と、x 座標ということになりますよと。じゃあ、y 座標はっていうと、この l 乗の点ですので、ここに代入して、a の3乗マイナス2分の 7a と。こうなりますよと。ということで、これが括弧1の答えということになります。続いて括弧2をやっていきましょう。今度は s の軌跡を求めようと。s の軌跡ですので、こっちを x、こっちを y と置いて式を作っていきましょう。つまり、マイナス2分の a イコール x だから、a イコールマイナス 2x ですね。a イコールマイナス 2x と置いて、これをここに代入して、y イコールの式で作っていきましょう。これ3乗するので、マイナス 8x 3乗。で、マイナス 2x こっちに入れると、プラスの 7x ですね。ということで、これ。で、あとは範囲ですね。a の範囲はっていうと、a の範囲ってこの r の x 座標ですので、r はこっからここまで動きますよね。つまり、この直線からこの直線、この範囲を L は動くので、その時は R が最初、ここの時にはここですよね。つまり、1からずっと動いてここまで、2までですね。1より大きく2より下。この範囲を A が動きますよと。A は1より大きく2より下ですので、これにマイナス 2X を代入すると、1より大きくマイナス 2X は2より下。ということで、2で割ると、1、2で割ると2分の1。で、これマイナス、マイナス、マイナスになって、不等号の向きが変わって、こうなりますよと。ということで、マイナス1より大きく、マイナス2分の1より小さい範囲。で、これが、この軌跡。S の軌跡。ということになります。これが括弧2の答えですね。続いて括弧3ですね。直線 L がこの条件を満たしながら動くときに線分 PS が動いてできる領域の面積ということですね。で、括弧2でこの S の軌跡を出したので、これを図示していきましょう。これはどんなグラフになるかっていうと、このちょうどですね、この点とこの点を通って、で、原点対称ですよね。で、こういうグラフになりますよと。原点を通る、こういうグラフ。で、ちょうどこの直線に接するんですね。で、ちょっと書いてみると、こんな感じになります。こんな感じですかね。ここで接して、こうなって、こっちでも接して、こうなりますよと。で、こんな直線、曲線ですね。3次関数になるよと。で、このマイナス1からマイナス2分の1。ここがマイナス1ですね。で、マイナス2分の1がここですよと。ここの座標がマイナス2分の1。で、これ代入するとマイナス2分の3ですね。2分の5ですね。の点になりますよ、ということで、PS っていうのはここの部分ですから、この線分 PS が動いてできる領域っていうのは、つまりここの部分になりますよ、と。ここの部分ということになります。で、この面積を出したいよということで、上からこの式からこの式を引いて出すよと。またここの部分はですね、それからこの式からこの式を引いて、面積を出すよと。インテグラルで出していくよと。いうふうに二つに分けてやってもできるんですけど、今回これちょうどですね、S っていうのが PQ の中点ですよね。中点だということを使うと、もうちょっと簡単にできるかなと思います。つまり、中点ということは、この Q と P の中点ですので、ここにあるとき、ここが Q ですよね。ここが P ですよね。この PQ の中点がここだと。で、これずっとここの線分の中点がこの線上にあるわけですので、
つまりこの部分っていうのは、この面積の半分ですよね、ちょうど。この面積を半分に割ってるわけですね。ということで、この面積を出してあげて、それを2分の1すれば OK だな、というふうにするともうちょっと早くできるかなと思います。で、ちなみにここの座標っていうのは、まあ、さっき出し忘れましたけど、こっちが2、4ですので、これ減点対象で、こっち側はマイナス2、マイナス4ですね。ということで、マイナス2から、ここの点、マイナス2分の1まで。あ、じゃないな、こっちですね。ここの座標は1ですね。マイナス2から1まで積分すれば OK と。この3次関数引くこの直線。で、ここの面積を出しましょう。つまり、マイナス2から1までのこの3次関数、この式。x3 乗マイナス 2x 引くこの直線。この直線というのは x マイナス2ですよと。これを計算して、これを2分の1すれば OK ということになります。で、あとはこれを計算していきましょうと。でこれは整理すると、x3 乗マイナス 3x プラス2ですね。こうなりますよと。で、これっていうのは、ちょうどこの点で接してますよね。1で接しているよということで、x マイナス1で2乗ですよと。接しているということは、重解を持つよと。それからマイナス2の点通っているので、x プラス2ですよと。こういうふうに因数分解できますよねと。で、これマイナス2から1の2分の1ですよと。で、あとこの部分なんですが、これは、まあ、公式として知っておくといいかと思うんですけども、アルファからベータまでの、x マイナスアルファ、x マイナスベータの何とか乗、例えば m 乗、n 乗としましょうか。こうなっている場合には、これは、m プラス n プラス1の階乗分の、m の階乗、n の階乗のベータマイナスアルファの m プラス n プラス1乗。これで求めることができるんですね。あ、まあ、ちなみにこれ、プラスマイナス大きさが出てくるので、これ絶対値つけておきましょうか。つまりマイナスになっちゃうと面積だからまずいので、まあ、絶対値をつけておけば OK だと。こうなりますよと。つまりこの場合で言うと、どうなるかっていうと、2たす1の、2たす1で3たす1ですね。ですので、4の階乗分の2の階乗、かける1の階乗。で、1引くマイナス2の、4乗ですね。これで求めることができます。で、これ計算すると、3の4乗。で、4の階乗、2の階乗ですね。4、3だから12分の3の4乗ですね。で、あと2分の1があるので、これで求まりますよと。これ計算すると、27、3で4ですので、8分の27ということで、これが求めるここの部分の面積ということでおしまいです。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。